真実はそこにあります。無数の目撃情報や学説、信者が存在します。これはビッグフットと呼ばれる伝説の生き物。この未確認生物が想像の世界に存在しているだけではなく、本当に生きていたら？ビッグフットはどこから来た？どんな秘密が明らかにされる？そして実際に存在しているのでしょうか？これが What if もしだったら。今回はもしビッグフットが生きていたらを見ていきます。カリフォルニアのハンボルト郡で伝説の野獣を数十秒間映したというパターソンとギムリンの映像は多くの人の空想をかきたてました。しかし実際はパターソン・ギムリンフィルムのずっと前からビッグフットは世界各地で伝えられていたのです。その種類は例えばサスクワッチ、イエティ、スカンクエイプ、ヨーウィー、野人です。一体彼らは何者？ビッグフット。これは確かに覚えやすい名前ですが、もっと気の利いた識別名があった方が良いでしょう。通説ではビッグフットは大昔に絶滅したギガントピテクスの近縁種とされています。ギガントピテクスは東南アジアに生息するオランウータンの遠い親戚です。ギガントピテクスは身長3メートル、体重は約270キロもあったそうです。この不思議な巨体についてはほとんど分かっておらず、ビッグフットの謎は深まるばかり。研究者はそれでも歯と下顎の一部の発見にこぎつけました。歯を検査することによってギガントピテクスの生活習慣についていくつか判明したこともあります。絶滅前、彼らは果物、葉っぱや木の根っこを食し、いずれも生息地で入手できるものだったようです。では彼ら大型類人猿が移動した可能性は？捕食者を避けようとしたり、気候変動が影響したのでは？ビッグフットが氷の橋を渡って北米まで来たからこそ、見たこともない物体が目撃されているのだとしたら？その子孫が別の種へと進化を遂げた？もしかすると、ある生物と多く共通点があるかもしれません。そう、人間。我々は高度な人間的特性を持ってはいますが、系統の起源は動物と同じです。となれば、人が進化の上で霊長類と分岐する間の穴を埋める生物。さらに言うと、ミッシングリンクが存在していたという説に行き着きます。1990年代に分子進化時計の概念が進化。この研究技術は分子が絶えず移り変わることを示しました。異なる種が分岐してから長い時間が経っているほど、分子の違いが大きい傾向があります。この分子時計と人間とゴリラの血液サンプルを用いた結果、1100万年前に共通の祖先がいたことが分かったのです。ビッグフットは人間に最も近い共通祖先なのでしょうか？ミッシングリンクは今も研究されていますが、簡単に答えを出せるものではありません。最終共通祖先が見つかっても、それを証明することは不可能だろうと考えられています。ではビッグフットが生きている可能性は？目撃談が作り話だと鼻で笑っても、2019年だけで71種類もの新種が発見されています。ですから明らかにされていない事実があるという考えには説得力があります。実際よく知られるジャイアントパンダやコモドドラゴン、マウンテンゴリラはいずれも言い伝えから発見へとつながったのです。ビッグフットが史上最高のかくれんぼチャンピオンでいる間、それを追いかける人間は新たな種を発見し、人間自身の進化を深く理解することになるでしょう。毎年新種を発見している我々にビッグフットを諦める理由はありません。そもそも科学の目的は未知なる新しい何かを探し続けることです。あなたへのアドバイス？信じることをやめないで。ビッグフットを見つけたが最後、パンドラの箱を開けてしまうことになるかも。神話の生き物が出てきてしまう？もし深い海の底に怪物クラーケンがさまよっていたら？それはまた別のホワットイフで。